ついにどちらの土方プロが強いのか、決戦の時が近づいてきました。まずは土方プロ、意気込みをお願いします。はい、まあ、今日も土方隼人らしく、まあ、攻めて勝てるように頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、では続いて対戦相手の土方プロ、意気込みをどうぞ。はい、まあ、僕は、まあ、ここ1年半ぐらい YouTube で積み重ねてきた、まあ、技術を全て出せるように頑張ります。では両プレイヤー頑張ってください。はい、お願いします。やってまいりました、土方隼人 VS 土方隼人2021。今回も実況解説は土方隼人がやっていきます。さあ、まず土方プロのブレイクは、お、あ、取り出しはいいんですが、3番と5番がトラブってしまい、そこをどう対処するかですね。はい、今回は9ボール3セットマッチです。勝者ブレイクのショートゲームで行われています。そして土方隼人 VS 土方隼人3本勝負ということで、まず第1試合目は9ボール、第2試合目は10ボール、最終試合は8ボールで戦っていきます。まず第1戦の9ボール、どちらが勝つのか。さあ、この2から3を、あ、今トラブルを割りに行ったんですね。トラブルを割って5番の上側に少し当てて、3番が左下のコーナーポケットを狙えるようにしたかったと思うんですが、こうなったら狙えないのでセーフティーですね。決断が早いですね。これはセーフティーかな。手玉を左下のチョークッション、下のタンクッションで、この6番と8番にくっついたかな。さあ、これはナイスセーフティーです。そして対戦相手の土方プロが登場してきました。さあ、今回はお互いにユニフォームを着て対決してますね。さあ、どちらの土方が強いのか。いきなりこのカナクッション結構嫌ですが、2クッションで当てて3番が左上のコーナーポケットに入ればいいですが、まずは当てることが大事ですね。はい、手玉がちょっと危ないかな。大丈夫か。さあ、これは3番左下のコーナーポケット見えてそうですね。これはいける形となりました。さあ、ここで難しい場所は3番入れて特にはないですかね。これ優しく入れて振りをつけて5番から6番下をついてポジションする。はい、下をついて6番にできるだけまっすぐ出して、7番にまっすぐ引きたかったと思うんですけど、ちょっと弱かったですかね。さあ、対戦相手の土方プロが座っています。じっと見てですね。さあ、左下をしっかりついて7番にうまくポジションできました。これはナイスショットですね。もう本当に1球のミスが許されない試合となりますので、シュートミスはほぼほぼないんじゃないかなと思います。さあ、これは優しくストップして、さあ、1対0となりました。新選組ユニフォームで初勝利となるのか。さあ、ラックの間は早送りでお送りしています。さあ、そしてブレイク、なんとちょっとラックが硬かったですね。ラック硬いっていうのは、ラックがあまりうまく組めてなくて、今入るべきボールが入んなくてギリギリサイドに入りました。ただこれ取り出しが少し悪いですね。サイドバンクで攻めるのか、まあセーフティーもいいですね。これはサイドバンク行くにしたら少し長いかもしれません。まっすぐついてしまうと1番が左下のチョークッションの方に外れてしまいそうなので、セーフティーが一番やりやすいかな。
ただこの配置が結構難しいですね。4番、7番、8番がくっついているので、その辺をどうするか。お、引いて2番の裏にくっつける作戦が、お、これはかなり不運な感じになってしまいましたね。手玉が隠せなかったのは残念なんですが、1番と9番のコンビネーションがなんと見事にできてしまったように見えます。これはかなり入れやすいし、入れた後隠しやすくなるんですけど、入れだけでいくのか。これはラッキーな展開ですかね。決まりましたね。はい、手玉をね上に逃がすと、今コンビネーション入れた後でも難しく残せるので、かなり気楽に今コンビ狙えたと思うんですよね。さあ、思わぬ形で1対1となりました。さあ、この土方プロのブレイクはどうなのか。おっと、かなりしっかりつきましたが、これもノーインですね。ちょっとラックが難しいんですかね。普通の9フットとかではなく、普通の9ボールでやっているんですけど、少しラックが難しいのかもしれません。その代わり配置が面白い配置ですね。もうほぼほぼ上にボールが集まっていて、今これはどうするかな。セーフティーも行きやすいし、1番も狙えるので、いろんな選択肢があるんですが、1番手玉をね右上の4番5番の裏に隠しながら、セーフティーも結構見えやすいと思うんですけど、攻めるのか攻めないのか。攻めるとしたら右上のコーナーポケットかな。おお、なんとサイドポケットに攻めました。これはめちゃくちゃナイスですね。今サイドポケットも結構入れる角度だったんですね。7番があったので、7番にキスインしてもいいっていう考えでついていたと思います。そしてこの位置にポジションが出れば取り切り体勢じゃないですかね。さあ、今もうちょっと引きたかったのかな。3番7番のコンビネーションだと思うんですけど、この後のポジションを考えた時に少し手玉のイメージが違ったのかもしれません。これは3番7番コンビネーション入れて、手玉を6番8番の間通して、3番を右下に流すっていうコンビをやると思うんですけど、うん、これナイスですね。そしてこの4番右上行けなさそうで、今確認してましたが、その確認したあたりだとギリギリ薄く4番があると思うんですよね。それか手玉を思いっきり左下で左上の方に持ってくる選択肢もあると思うんですけど、多分我慢するかな。さあ、でも今のところ3球連続ナイスショットが続いています。おお、結構強くいきましたね。じゃあ今3番を我慢して止めたら、4番結構薄くてポジションが難しかったのかもしれないですね。さあ、これでもかなり薄いポジションになってしまっているんですが、ここから4番5番のポジションをどうするのか。もうこれね、入れが難しかったらセーフティーも簡単なので、セーフティー見える配置だと思うんですけど、おお、うまく力を殺して、これは隠れましたね。ちょっと今選択がまだうまくできてなかったかもしれません。弱く飛びに行くのか、6番に当てに行くのか、強く行くのかっていうのをちょっと悩みながらついてしまったように気がします。さあ、土方プロが得意とするジャンプショットですが、これは入れることができるのか。結構簡単な出しミスの後でジャンプ簡単でも外しやすかったりするので、どうなのか。お、ナイスですね。これは完璧かと思いきや、ちょっとだけ強かったかな。手玉もう少し枠ついて6番を左下のポケットか左のサイドに攻めたかったと思うんですけど、さあ、この薄い配置ナイスですね。冷静に決めました。さあ、ここでうまくジャンプから立て直して残り2球、これを取ればリーチとなります。
さあこれで土方プロが2対1でリーチをかけました。土方プロのノーインからうまく裏マスです。途中難しい配置も結構あったんですが、まあ、序盤から難しかったですね。ジャンプを決めてうまく取り切りました。そしてなんとスクラッチですよ。これは大チャンスですね。あと1点のところでここで土方プロにチャンスが回ってきました。これはレール際にボールが 1,2,3,4 とあるのでちょっと行ったり来たりしますが、トラブルというトラブルはないですね。この1番2番3番そして4番の振りをうまくつけられれば問題ない。今ここに出れば問題なさそうですね。横に弾いて、まあ、4番7番の間までは持ってこないと思うんですけど、少し優しくついて、そうですね、この辺に持ってくれば3番バタバタでうまく4番にポジションしやすいかなと思います。これは右上をついてバタバタ、おお飛びましたね。まあね、このテーブルも穴が甘いわけではないので、まあ、ただ今のはフリーボール3球目から痛恨のミスとなってしまいました。さあこれはカラクッションでも外した後の配置がラッキーですね。穴前に残っててもおかしくないですが、これはちょっと対戦相手土方プロが不運な形で、さあただ結構迷わずカラクッション狙っていますね。これワンクッションを右をかなりひねってついてますね。うわーすごい、めちゃくちゃナイスショット、完璧ですね。今普通に右をひねらないでワンクッションしようとすると5番8番が邪魔してていけなかったと思うので、右ひねってジャンカラクッションしたと思うんですけど、超ナイスショットです。今対戦相手の土方プロも少し拍手をしてましたね。さあこの4番も少し隠れてるのかな、ちょっとジャンプさせないといけない配置なのかもしれないです。まあ、この長い距離だとカーブショットはあまりやらないので、少しだけジャンプしてつくんじゃないかなと思われます。さあ5番は普通に見えてるのかな、まあ、ただねこの4番いる、あそうですね、プレー級でジャンプですね。じゃあそこまで極端に隠れてないけど普通には狙えないっていう感じのちょっとだけのジャンプショットですね。さあこれめちゃくちゃ難しいですけど、うわー決めましたね。かなり状態がいいようです。さあこれで配置が完全に楽になりました。いやしかし今のカラクッションとこのジャンプの連続はめちゃくちゃナイスですね。やはりあの3番の痛恨のミスが痛かったのか、残り3球で第1試合9ボール土方プロが勝利となります。リズムがかなり乗ってますね。はい、ここ1年半ぐらい YouTube で身につけたパワーがうまく出せてるように見えます。さあしっかり球出してゲームボール。いやーしかし今の最後のマスは素晴らしかったですね。この2試合目に土方プロが3番外したことが引きずらなければいいんですけど、この試合はかなりいい対戦が見れたかと思います。内緒、まずは土方プロが勝ちました。では負けてしまった土方プロにインタビューをしていきたいと思います。お疲れ様でした。次の試合に向けて一言お願いいたします。はい、お疲れ様でした。いやもう本当最後のラックのフリーボールから取り切れなかったことが、まあ、一番ですね。まあ、ノーインも痛かったんですけど、あのボールを抜いたら、まあ、それは勝てないよなって感じだったので、まあ、次の試合はシュートミスがないように自分らしく頑張ります。次の試合は土方プロらしいプレーを見れることを楽しみにしています。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。見事1戦目を勝利した土方プロにインタビューをしていきたいと思います。
まずは1戦目勝利おめでとうございます。ありがとうございます。まずは1試合目勝つことができて嬉しいです。勝因はどこでしたか？土方プロが 2ゲーム目かノーインで回してくれたのが大きかったですね。ちょっとラックが難しくて僕も最後フレックスクラッチと、まあ、ノーインしてしまったんですけど、まあ、それでも最後いいショットから勝つことができて本当に良かったです。ではまた次の試合も頑張ってください。はい、また次の試合も練習を目指して頑張ります。ありがとうございました。